ゲルトルートと息子カールの筆ぎゲルトルートフォン、ホーエンベルクは、ローマオールドルフ一世の日、アンナフォンハプスブルクとも言われる。ゲルトルートは、ホーエンベルク博ブルクハルト五世とその日、メヒティルトフォンチュービンゲンとの間の長女である。シュバーベンのホーエンベルク博家は、ソレルン家から早くに別れた家であった。1253年頃、ゲルトルートは、アルザスで、 ルドルフ・フォン・ハプスブルクと結婚し、それから20年の間、ゲルトルートは主体上白妃であった。1273年10月1日、フランクフルト・アムマインにおいて選定校は、全員一致で、ルドルフをローマ王に選出した。アーヘンにおける戴冠式の後、ゲルトルートはアンナと名乗った。1281年、ゲルトルートは死去した。ゲルトルートは、 バーゼル大聖堂を自らの埋葬地として指定していた。コルマールの年代記作者は、ゲルトルートの埋葬の準備と遺体保存の状況について次のように記述している。内臓が遺体から取り除かれ、腹腔には砂と灰が詰められた。その後遺体はオイルクロスで覆われ、絹の服を着せられた。ベールをかぶせられた頭は金の鎖で飾られた。 そして王妃は、ブナ材で作られた棺に入れられ、腕は胸の上で組まれた。王は、棺が鉄製の帯で閉じられる前に最後に王妃と面会した。葬列は1281年3月20日に、バーゼルに到着した。三人の司教が儀式を取り行った。棺が縦に安置され、蓋は開かれて三列車は再び王妃を見ることができた。 ゲルトルートとバッシュカールの棺はバーゼル大聖堂の聖火堆石の通路に安置されている。1356年の地震の後、ゲルトルートとカールの墓は聖火堆石の左側に改装された。その改装の後、1510年に最初にバーゼルの司祭らにより墓が開けられた。王冠、指輪とネックレスは取り除かれた。 その後1770年に再び墓が開かれ、ゲルトルートと息子カールを呼び、ハルトマンの骨はザンクト・ブラジエン修道院に移された。現在ゲルトルートらは、ケルン県のラバントタールにあるザンクト・パウル修道院に埋葬されているが、慰霊碑がバーゼルに残されている。デドルフ・一世との間に、以下の子女を含む6人の息子と8人の娘を、設けた。ありがとうございます。